田口美奈子です。優勝目指して頑張ります。ベストスコアは66です。頑張ります。得意のグラブは、ドライバーです。はい、今日はどちらからいらっしゃいましたか。近くです。近くです。はい、わかりました。頑張ってください。頑張ります。はい、どうぞ。今日いっぱいバーディー取れるように頑張ります。得意なクラブはショートアイアンです。頑張ってきます。ベストスコアは、ベストスコア70です。はい、頑張ってください。ありがとうございます。素敵な味です。優勝目指して頑張ります。ベストスコアは66で、得意なクラブはアイアンです。頑張ってください。森水菜です。今日一日精一杯頑張ります。ベストスコア、ベストスコア66です。どちらからいらっしゃいましたか。神奈川県から来ました。頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。大島さんが森さんのマーカーをお願いします。森さんが関野さんのマーカーをお願いします。はい、じゃあ今日一日お願いします。よろしくお願いします。今日はセッティングが難しいんで頑張ってください。6500ヤードあります。うん、難しい目セッティングで頼みました。1番ホール、関野亜美選手、1ダムです。バンカー方向ちょっと左に飛んでます。バンカーには入らず左ラフでした。坂口美奈子選手、1番ホールティーショットです。よっしゃ。大島サラサ選手、ティーショットです。ちょっとドローがかかりすぎて左ラフです。森水菜選手、ティーショットです。まっすぐ飛んでます。真ん中ナイスショットです。大島選手、第2打、150ヤードです。ちょっとショートしてしまいました。森水菜選手、150ヤード、第2打です。いい感じに飛んでってます。ああ、ちょっとショートしてしまいました。坂口美奈子選手、第2打です。残り140ヤード弱です。ピンに向かって飛んでっていますが、距離次第。左側、ピン左にオンしました。ナイス。関野亜美選手、飛んでます。木の上からちょっと左目ですが、ちょっと大きかったです。でもナイスオンでした。森水菜選手、3打目アプローチです。115ヤードのアプローチショット。ちょっとショートしてしまいました。大島サラス選手、110ヤードのアプローチです。
まく転がって寄ってます。ナイスアプローチ。で坂口美奈子選手、これからバーディーパットになります。スライスラインになると思います。ちょっと打ち切れなかったようです。ショートしてしまいました。オーバーしてしまいました。下り森水野選手、さあパーセーブなるか。ボギースタートとなってしまいました。次の選手パーパットです。スリーパットとなってしまいました。大島そらそ選手です。パーパットです。ナイスパー。坂口美奈子選手パーパットです。ナイスパー。2番ホール383ヤードパー4です。打ち下ろしの左ドッグになってます。坂口選手2番ホールティーショットです。よいしょ。ど真ん中ナイスショットでした。ちょっと右に行け出ました。問題はないでしょう。右に出るとセカンドショットが少し遠くなってしまいます。よいしょ。左に出ましたがフェードで戻ってきてフェアウェイの真ん中です。ナイスショット。大島選手173ヤード、池越えです。ちょっとダフって左バンカーになってしまいました。森瑞穂選手残り約160ヤード、これもちょっと引っ掛け気味で左バンカー方面。坂口美奈子選手残り約150ヤードです。お、いい当たりです。ピン向かってすじって飛んでます。ナイスオン。関野亜美選手長距離ヒッターです。ロングドライバー飛んでます。残り145ヤード、少々上げています。右にショット出ました。フェアウェイ右エッジぐらいでしょうか。関の亜美選手下りのアプローチです。ちょっと大きいか。大島サラス選手バーディーパットです。惜しい。ナイスパー。ナイスオンでバーディーパットです。惜しい。ナイスパー。
あ、セーブなるか。ナイスパー、ナイスセーブ。パーセーブなるか。ナイスセーブ、ナイスパー。